に揃いました。さて何が行くのでしょうか。ナキシス前に行きそうです。先手を取ったのはナキシス。内からはアーモンドアイ、白の帽子、石庭竜王、その後ろ、その外からレッツゴーターキン、並んで2番ナイスネイチャー、その外にマックスビューティー、その後ろにブエナビスタ、少し開いて小金台風、最後方に伊吹舞神楽。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度4番アーモンドアイ、レースを引っ張ります。その隣にマックスビューティー、これに続いて石庭竜王、並んで6番ブエナビスタ、ナキシス、この馬もこのグループ、すぐ隣にレッツゴーターキン、その横に小金台風、その横にナイスネイチャー、しんがりから伊吹舞神楽。 1000m を通過、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ4番アーモンドアイ、マックスビューティー、ほとんど差がありません。石庭竜王3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アーモンドアイ先頭、前に迫るブエナビスタ、アーモンドアイ先頭、さあブエナビスタ一気に来た、アーモンドアイ先頭、残り 200m を通過して、アーモンドアイこのまま振り切れるか、アーモンドアイ粘る、アーモンドアイ先頭、アーモンドアイ、アーモンドアイ1着、2着はブエナビスタ、勝ったのはアーモンドアイ、このレースを制したのはアーモンドアイ。